こんにちは、ビアフィッシングの清水です。今回はですね、房総に来ております。冬のベイトフィネスの楽しみ方を今回はいろんな魚種を狙いながら紹介していきたいなと思っております。まずですね、こういった手軽な港でとりあえずガルプを使って釣れるものは何でも釣ってしまおうという形で今やっております。こういったです足場のいい港で手返しよく、まあ、コマコマやるのが楽しいですね。で、まあいろいろちょっと様子見ながら港を変えつつ乱岸していろんな魚拾っていきたいと思っています。ではちょっといろいろやっていきたいと思います。お、食った。ちょっと早巻き。あ、当たった当たった。来てる来てる。お、来た来た。来ましたね。レンチャーヒット。今ダート刺して食わせました。今ですね、ちょっとサバが餌で釣れてるみたいですね。サバもしくは、まあ、夜暗くなってくればアジとかカマスなんかもちょっと釣りたいなと。バブルサーディンに変えてみます。超クリアなカラーにクリアに変えて釣れるパターンを探してみたいと思います。どういう動かし方に反応があるのか、あとは色とか動かし方、あとは水深、どこのレンジにいるかっていうのをちょっと最初は試しながら釣れるパターンを見つけていくっていうのは最初はいろいろやりたいところですね。あ、当たりましたね。当たりました。ルアーワーム変えて一発で当たったな。お、食った。サバでしたね。静かに。いやいやいや、今はですね全然狙ってたわけじゃないんですけど、ピックアップしてバーって早巻きしたら追っかけてきました。なあ、なんか今のはっていうのも釣れちゃったっていう感じですね。サバですね。まずは1本目バブルサーディンのただ巻きで色変えたら来ましたね。クリアのね。あ、当たった当たった。来てる来てる。お、来た来た。来ましたね。レンチャーヒット。今ダート刺して食わせました。今ですね、中層をこの 3g のジグヘッドでバブルサーディーンでダート刺して、まあ、リアクション気味に食わせました、ね、楽しめますね、日中サバゲーム、はい。今使ってるタックルが、プラッギングスペシャル、一番ソフトなモデルですね。76の SUL スーパーウルトラライトのプラッギングスペシャル、非常に柔らかいんで魚が小さくても非常によく曲がるんで楽しめる、ロットですね。じゃあちょっとサバまあまあ釣ったんで、次ちょっとシチュエーション変えて違う魚種を狙ってみたいと思います。じゃあ次行きます。なんかでもいい感じっすよ。いい感じっすよ。なんか最初にゴロとやった後もサーフでなんか釣れるかもわかんないですね。プライベートビーチですね、ここ。はい、今度場所を移動してきました。
ガラッとちょっとシチュエーション変えて、ゴロタですね。サーフの絡むゴロタ場にやってきました。ここではまあ一応本命は村添い狙いってことで、ちょっと穴打ちしていきたいなと思います。まあそういった時にね、ベイトフィネスの手返しと、あと太いラインをフル活用しながら、ちょっとテンポよく穴を打っていっていきたいと思います。まあこういったピッチングスタイルで手返しよく打っていくのもいいですし、村添いのね、隠れてそうなところだけテンポよく打っていくようなイメージですね。まあ、村添いの場合は本当いれば食ってきますんで、こういった目立つカラーがいいと思います。来た。なんだろう、でかい穴はせちゃんですよ。ちょっと村添いかなと思ったんですけど、でかい穴はぜでしたね。まあ村添いかなと思ったんですけどね。でもまあ2週目目冬のゴロタ結構魚いますね。今ですね、2インチミノーで、あの派手なカラー、このチャートリュースでちょっと目立つカラーで村添い狙ってたんですけど、思わぬゲスト、しかもでかい穴はぜでしたね。元も丹念に探ります。こういったですね、ゴロタのシチュエーションでのベイトフィネスの優位性なんですけども、やっぱりあのクラッチ、ワンクラッチでどんどん落としてきますんで、どの次の穴次の穴へと手返しよく打っていけるのがやっぱベイトの利点ですね。こういったところもクラッチ1本ですぐこうやって落として、であとやっぱりピンスポットに正確にピッチングなり、こういう形で正確に狙っていける、これやっぱベイトの利点。あとやっぱなんといっても結構太いライン使えるんですね。 なので、あの切られることなく強引に穴から引きずり出せるっていうのもやっぱベイトの利点ですね。まあなんといってもやっぱりちょっと楽しんで手返しよくどんどん攻めていってみたいと思います。こういった際立った岩と岩の間に落としてきます。キャスト回数もやっぱ手数も増やせるんで、どんどんスピニングに比べて太いラインが使えると、10ポンド14ポンドでも扱えるっていう形ですね。時間帯は最高なんですけど、あとは根魚がいるかどうか、いれば食うし。はい、暗くなってきました。いよいよ本命の時間帯になったわけなんですけども、まあ、ちょっとね日中ゴロタに入ったんですけども、まあ穴ハゼ、まあ、本命の村添い出ずにね、穴ハゼだけっていう寂しい釣果に終わったんで、まあ、これからまあ本番といった感じのアジとか、それでカマスとか、ちょっと夜釣りでベイトフィネスで狙ってみたいと思います。ではあの早速やってみたいと思います。あ、来た、乗った。いきなり色変えたら一発、味っぽいですね。よいしょ、色変えたら一発でしたね。はい、暗くなってきまして、場所を変えて、まあ一般のよくある漁港にやってきました。それでサンドアーム、このスリムサンドアームの2インチで、チャートからこのレッドに変えたら一発で食ってきました。でどういうパターンで食ったかと言いますと、まあ、リトリーブですね。リトリーブ、スローリトリーブで食ってきました。で今使ってるタックなんですけども、新しいリールです。デボ LT の6っていうのは今度出ます。今まであのギア比ハイギアだったんですけども、ちょっとギア比落として、だ今までちょっとや、例えばメバルの
スローリトリーブとかやってる時、やっぱりハイギアだとちょっともうちょっとゆっくり巻きたいなって言った時に、やっぱりローギアが欲しかったんですね。でそういった待望の今新作のリールでゆっくり引いてきたら、このような形で、まあ、結構いい太鼓あるアジですね。まず1匹目、まあ、色変えて良かったのか、ちょうどタイミングよく回遊してきたのかちょっと分かんないんですけども、まずは1匹目釣れました。でこのアジをですね、測ってみましょう。これがですね、結構非常に便利グッズなんですけども、新しくアブガルシアのクーラー、ちょうどジャスト20ですね、ジャスト20で、ここにこういった保冷剤を入れてアジをキープしとけるといった形ですね。新しい便利グッズで発売されます。じゃあちょっと続けてレンチャンヒット狙いましょう。はい、今ですね、アジ狙ってるわけなんですけども、レボに今バニッシュレボリューションの5ポンド結構いつもより細いライン巻いてます。それで今ジグヘッドが 1.8g でゆっくりスローリトリーブでアジ狙ってます。あ、来ましたね、まあ、こんな形でちょっとゆっくり狙ったらアジじゃない、お、今度はクロムツですね。クロムツ来ました。まあ、リトリーブで食ってきました。これで4種目目ですね。サバーナ、ハゼ、アジ、クロムツと早くも4種目達成しました。まあ、こういったねベイトフィネス1本でいろんな魚狙うっていうのがこの冬の楽しみ方の一つだと思います。やりました。はい、クロムツはガルプのスリムサンドアーム2インチで赤色で釣れました。リトリーブですね、ただ巻きで来ました。ちょっとアジかなと思ったんですけど、ちょっと引きが違ったんでムツでしたね。今までの LT は一巻き74センチだったんですけど、このレボ LT6 は65センチと、やっぱり今までこうやって巻き物系スローリトリーブ系やってきた時、もうちょっとやっぱりゆっくり丁寧に引きたいなって言った時にあったんですね。なので非常にこの LT6 っていうのはそういった釣り方にはすごい向いたリールとなってます。今もですねちょっと軽めの 1.8g のジグヘッドでサンドアームつけてゆっくりスローで狙ってます。で今使ってるワームなんですけども、ガルプのサンドアーム、スリムサンドアームの2インチを使ってます。ですごい細かいヒレがいっぱいついてますんで、ただ引きでも結構波動を出しますんでいいですし、あとはボトムに置いてボトム攻めるときなんかにも結構アジってねちっちゃいベイト小魚だけじゃなくて、ゴカイとか虫系、ボトムにいる虫系を食ってることが多いんで、このサンドアームっていうのは非常に効きます。あんま使ってる方ってあんまいらっしゃらないんで、意外と擦れてない、擦れたとこでも効くようなシェイプになってます。まあ、今はちょっとリトリーブに反応あるんでゆっくりただ引きで引き続き狙ってます。ちょっと今常夜灯の下のこのスロープ周り、さらに言うなればスロープの切れ目を狙ってます。足元にベイトがいっぱいいる状況ですね。それを狙って周りについてるであろうセイゴとかムツとかメバルとかを釣れないかなと狙ってる感じですね。でこのレボ LT6 なんですけど、ギア比以外にもこの握る部分、ノブの部分、 EVA ノブがより細くなってるんで非常に握りやすくなりました。
ここもちょっと改良されてる点ですね。すごい平べったくなってるんですね。来た。よし。これで食いましたね。さあ何でしょう。おお、グッドサイズのアジ。でかくないですか。やりました。ちょっと測ってみましょう、せっかくなんで。これがあるとすぐ測れます。ですね、22ありますよ。22、まずまず。いや、ボトムで食ってきましたね。で、使ってるアームなんですけど、丸飲みしてますね。2インチ身の丸飲みです。結構大きめのアームなんですけどね、ガルプの。もうすっぽりホールで食いました。出してみましょうか。これですね、チャートで2インチ身の、結構ボリュームある、いいサイズ食ってきました。やりました、ガルプ。太鼓ありますね。ナイス味。ベイトでも釣れますよ。はい、お疲れ様でした。まあ、冬っていう季節でもですね、穴ハゼを除けばですね、何でしたっけ、アジ釣れましたし、サバ釣れましたし、ムツも釣れたんで、まあ3目以上釣れたんで、まあ1本あれば冬でもこういった漁港周りでね、楽しめると思いますんで、冬でも暖かい格好して、手軽な格好で、皆さんぜひフィールドに足を運んでですね、冬のこういったベイトフィネス楽しんでみてはどうでしょうか。お疲れ様でした。